フレッシュ・カーロイは、ハンガリー出身のユダヤ系バイオリニスト。一般的には、カール・フレッシュの生命で知られ、また演奏家としてよりも、数々の演奏家を世に送り出した卓越した音楽教育者として、世界的に知られている。6歳より、バイオリンの演奏を始める。10歳で、ウィーンに行き、ヤコブ・グリュンに入門する。1890年、17歳で、フランスに渡り、 1894年までパリ音楽院に留学して、当初はウジェーヌソゼーに、ノチアルマンマルシックに指示した。1895年にウィンにてデビューを果たす。バロック音楽から同時代の音楽までの幅広いレパートリーを持ったソリストとして、また、フーゴベッカーやアルトゥール・シュナーベルとピアノ3重相談を組むなど、室内楽奏者として知られるようになり、 1897年以降は、バイオリン教師としても活動した。差し当たって1902年まで、ブカレスト音楽院で、ついで1903年から1908年まで、アムステルダム音楽院で、最後に1903年から1926年まで、ベルリンで教授を務めた。その後は1934年まで、バーデンバーデンに暮らすが、1934年に、 第三帝国を去って、ロンドンに行き、その後アムステルダムとルツェルンに移った。カールフレッシュ教育者として、数々の指導書を発表しており、中でも、バイオリニストのバイブルと俗称されたこともある。バイオリン演奏の技法は、バイオリニストを単なるビルツ王像としてよりも、芸術家として関連化したことで知られている。音階教本は、バイオリン教育に筆形の資料となっている。 ルイス・クラスナーが、アルバン・ベルクのバイオリン競争曲を初演する際に、フレッシュは、技巧上の難点について、相談を受けた。著名な門邸に、ヨーゼフ・ハシット、イダ・ヘンデル、ジネット・ヌブー、ヘンリク・シェディング、イフラニー・イーマン、イブリー・ギットリス、エリック・ローゼン・ブリス、マックス・ロスタル、リカルド・オドノ・ポソフ、シモン・ゴールド・ベルク、ティボール・バルガ、ノルベルト・ブライニン、 ステファン・フレン・ケルラといった早々たる顔ぶれが揃っており、それぞれ演奏家や教育者として名を挙げた。ストラディバリのブランカッチョウを所蔵していたが、1928年にニューヨーク証券取引所に投資していた財産を失うとやむなくこの名家を手放した。ある音楽家の教養の程度は彼のモーツァルトに対する関係でわかる。相当の年にならねば、 モーツァルトを理解することができないというのはよく知られた事実である。若い人たちはモーツァルトを単純、単調、常慢だと思う。人生という嵐によって順化された人だけが単純さの崇高な要素と霊感の直接性を理解するのである。ありがとうございます。